ラウリー山田でーす。せーの。いいね。I love me. いえいえ。今日も始まりました。最近動画撮ってるね。いいことだと思います。あ、カモビズ、カモビズ、僕の大好きなカモさん、カモが知る人、 YouTube 講演家の方の、月に1回あるビジネスコンサルティングの方行ってきました。めちゃくちゃ良かったですね。もう本当に人生変わっちゃうなって。金超大事。もう金中、自分にブレーキかけちゃうんですよね。金稼いじゃいけないみたいな。稼ぎたいんだけどね。だって営業しないといけないじゃない。営業して、その人を説得して、納得していただいて、商品を買ってもらうわけじゃないですか。自分が高いものを買える人じゃない。だって自分が100万、10万使える人じゃないと、目の前の人に10万使ってよって言いにくいんでね。だから自分もどんどん使って、商品を買っていただく。そのことは言ってなかったけどね。前言ってたけど、やっぱそうだな。金、やっぱ、使っていかないと入ってこない。100万円貯金して、100万円ちょっとずつ利息がついていく。いくら？ 100 円？わかんないけど。もうちょっとつくの？じゃなくて、100万円自分に投資して、1000万、2000万稼いでいきましょうよ、本当に。あれ、ちょっと話、ね、ずれた？ずれたね。ずれました。いきなり。あ、とにかく、まあ、自分に投資して、お金のブロック、自分はすごいんですよって、自分の商品はすごいんですよって、だから買ってくださいって、それを言うためには、自分もいろんなところに投資してれば心のブロック外れてるから入ってくるよってことね。だいたい着地したね。大丈夫ですね。 I love me。 いえいえ、まあ日々こう楽しいんですけど、たまにね、これ言い出すんだけど、面白やろって言うんだけど 面白やろって言うんだけど、全然、面白やろうって、どうやってやっていくんですかね、一人でね、喋っていくのでね。すげえ難しいなと思う。なんか台本とか書くわけ？なんかネタがあれば、ボケたりできんのかな？あ、タコハイって書いてあるんですけど、タコハイって何なんですかねって。これ、ちっちゃい、小学生ぐらい。小学生かな、幼稚園とかわかんないけど、海のタコが入ってると思わない？思うよね。思うんです。透明高速道路って、あれ、透明なのって。色がない、全然ない状態。透明なの。で、思ったりしなかった？あれ、これ面白いのかな？わかんないけど。透明は東京と名古屋がくっついの間の高速道路で、東京の東、名古屋の、ね、名前の名ね。で、透明高速道路って言うんですよ。ちっちゃい時そういうのに引っかかるよね。悩んじゃうよね。大人に聞けばわかんないけどね。透明高速道路って何？みたいな。透明、色がないの？みたいな。タコハイは、由来は分かんないんだけど、味のしない焼酎を炭酸で割った感じのやつ。炭酸で割った感じのやつ。味のしない焼酎を炭酸で割った飲み物です、みたいに。行動で笑わせに行ってるんです、みたいな。行動でラブリーな入れです、みたいな。なかなかね、日々面白いっすよ。ちょっとタバコでも吸わさせていただいて、いいこと探しをするとすごくいいんですね。唐突に始まったんですけど、僕、目の前の人を褒めるとこいつも探してるんですよね。例えば、笑顔が素敵ですねとか、髪型素敵ですねとか、
耳飾りとか、イヤリングが多いのか、ネックレスとか、ね、いろいろ、その人のいいところであったり、その人の行動であったり、見た目とかを常に探してる。街中でも結構やってる。すれ違う人ちょっと見て、ここ、いいとこだなって、素敵なとこだなって常に考えて。コンビニの店員さんに関しては必ず1個褒めてる、必ず1個。早いがいいよね。レジ打ちにめちゃくちゃ、レジ打ちじゃない、レジ打ちって言っていいのかな、バーコードでピッ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 ってやってるの、レジ打ちめちゃくちゃ早いっすね、みたいな、素敵ですね、みたいな、ありがとうございます、みたいな。十中八九、喜んでいただける、笑顔になっていただける。本屋さんとかもそうだね。最近は本にカバーかけてもらってたんだけど、最近かけなくなったんだよね。本の題名が分かんなくなるから、本棚に飾ってる時に。本がめちゃくちゃありすぎて、どの本を探すのが大変だから、カバーをかけてもらうのはやめました。だけど、以前はね、カバーかけるのうまいっすね、みたいな、こんなに綺麗にできるんですかって言って、喜んでいただいてますよ。で、僕も嬉しいしね。褒めてるときって僕も嬉しいからね。そうそう。めちゃくちゃ楽しいです。いいとこ探し、目の前の人にしてるって何がいいかって、目の前の人も褒められて嬉しいし、俺も褒めてその人が笑顔になってくれて嬉しい。なんだけど、実はね、めちゃくちゃいいことがもう一個あるんですよ。自分のいいところも探せるようになるんです。やっぱね、人の悪いところばっか見てる人は、やっぱ自分の悪いとこもすげえ探しちゃう。相手ダッセーなって。相手ダッセーなって、相手のダサいところ、かっこ悪いとこばっか見つけてる人、自分のダサいところも、やっぱ見つけちゃう。で、落ち込んじゃう。いろんな人いるけどね、その目の前の人の悪いとこ探す、で、自分の悪いとこも探す。だけど自分、いるでしょ？自分の気持ちが下がっちゃうから、目の前の人責めちゃうようになるんだよね。そう、自分がダサいから。自分がダサいから目の前の人、会社の、上司でも部下でも同僚でもいいけど、悪口とか言って、悪口を言うから、自分の自己肯定力が少しだけ上がるっていう仕組みになってんすよ。すごい理屈なんですよ。自己肯定力は自分のことを認める力っていうか、自分の評価みたいな、そういう意味ですね。自己肯定力高い方がいいですよ。まだまだですけどね、自分も。弱いところいっぱいあるけど、上げていく。自分最高だよ。自分大好きだよ。つって。俺、そういう人生の方がいいような気がするっていう、そういう人生がいいでしょう。間違いなく。絶対。自分なんて、ダメな人間だ。自分なんか誰にも相手にされてない。でもこれね、めちゃくちゃ大事なんだよな。やっぱ自分、寂しいからって、だから友達とか、そういうの、寄り添ってくれる人ももちろん大事なんだけど、自分で、自分の心とお話ししてるときってめちゃくちゃ実は大事で、そこから自分がポジティブな人になったときに、何がいいかっていうと、弱い自分を知ってるから、目の前の弱い人に優しくなれるんですよね。例えば、弱い心が1ミリもない人は、目の前の、こう、自己否定であったり、自虐的な人、同じ意味だか、そういう、ちょっと暗い人とかに寄り添えないんだよね。なんでそんな暗いの？ってなっちゃうから。なんでそんなうじうじしてんの？ってなっちゃうから。1ミリも寄り添えないので、本当はね、こう、繊細な心っていうか、弱い心っていうか、否定的な、自分に否定的な心っていうのめちゃくちゃ実は大事なんです。
寂しい時はね、泣いてればいいと思うし、自分なんかほんと泣くようにしてるよ。 YouTube とか見ても、あ、 YouTube、 ドラマとか見たりとか音楽聴いたりとかして、ほんと1日1回2回は泣くようにして心震わせて生きてるからね。綺麗な心だなって言って、自分がさ泣くと気持ちいいし、すっきりしますし、いいとこ探ししようっていうことだよね。でも理屈あったね。目の前の人を見ると自分のいいところも探せるようになる。ね。それでかなり人生、めちゃくちゃいい方に転がってると思うけど。ね。家で、ぼーっとしてるのもいいでしょ。ね。それでいいと思います。今日何の話した？カモビズ。カモゴサ、カモさんのね、カモゴシャルヨシヒトさんの話した。あと、いいとこ探しの話。いいとこ探しめちゃくちゃ大事だからな。鏡見て自分かっこいいと思った方がいい。世界で一番輝いてるのは誰？私。それなんだっけ？あったよね。眠り姫？七人の小人のやつだってんのかな。魔女かなんかが世界で一番美しいのは誰？で、誰、名前、白雪姫だってんのかな。白雪姫か。出てきちゃうんだよね。もう関係ない。そう。鏡よ、鏡よ、鏡さん。じゃなくて、鏡の答えとか関係ない。自分で言っちゃうよ。世界で一番かっこいいのは自分。別にナルシスト。まあ、ナルシストの方がいい。自分のこと否定しながら生きていくならナルシストでいいんだけど。なんか俺ナルシストってたまに言われる時あるんだけど、そういう人と関わらないようにしてるから。俺めちゃくちゃ与える人ですから。自分すごい、目の前の人もすごい、そういうスタイルで生きてるんで。ナルシストって言ってくる人はアホ、アホっていいのかな、バカって言えばいいのかな、これ大丈夫なのかな、 YouTube 的に。わかんないけど、いいんです。輝いてれば、自分が太陽、輝いてるから目の前の人も輝くでしょ。自分が暗い、もうブラックホールだったら目の前の人の光奪っちゃってるでしょ。目の前の人輝いてても、ブラックホールすごいよね。光も奪っちゃうんだから。そういう人になってないのかなって自分はさ、問いかけてさ、太陽でいればいいよ。でも暗くなってる時もいいよ、人間だから。ずっとテンション高かった。でもずっと比較的テンション高い方だけどね。まあ職場とかでは明るく元気にさ、明るく元気にみんなと仲良く喜んで働く、明るく元気みんなと仲良く喜んで働く、好きで働くからね。お金のためにやってるのもいいけど、もちろん食べるためにやってるのもいいけど、好きで働いてるっていう考え方が俺好きだから。ちょっとずれたね。だからいい、どんな自分であってもいい、暗いのもいい、明るいのもいい、だけどそういう仲間がいるところでは明るく元気に、みんなと仲良く、喜んで、楽しんで働いた方がいいよ。ちょっと広がったけど、まあ、暗くなるのもいいし、一人でいるときはさ、でも俺一人でいるときも笑顔でいるように心がけてんだよな。トイレの中とかでも、風呂場とかでも、そういうふうに生きていくって決めたからね、俺はね。でもまあ、そこは自由でいいと思います。本当に。今日、一つ持って帰ってほしいこと、今日一つ持って帰ってほしいことがあるのであれば、いいとこ探ししよう。ね。目の前の人のいいところを探し。ね。これ景色とかでもいいんだよね。看板とかでもいい。あ、なんかいい看板だね。いい色合いだね。みたいな。ダッセーなと思ったら、もうダッセーなってなっちゃうから、お、いいね。みたいな。まず、いいねから入る。ものが、例えばさ、タバコとかあんじゃん、タバコ落ちた。はあ、なんだよ、なんで落ちてんだよって。まずいいねと思うね。タバコが落ちた。ライターが落ちた。いいね。で、拾う。ライターさんごめんねっつって。落としちゃってごめんね。タバコさん落としちゃってごめんねって。俺そういう人で痛いよ。痛いよ。そういう人になる。そういう人になる。痛いよはこう未来。
そうなっていく感じだけど、もうなるって決める。自分はすごい人ですって決める。ありがとう。物が落ちて拾ったらありがとうって言える自分だ。ね。そう決めて、瞬間瞬間成長していきましょう。いいとこ探し、いいとこ探し、いいとこ探ししていきましょう。自分のことも目の前の人、いいとこ探し。ラブリーの L です。していきましょう。せーの、いいね。I love me. イェイイェイ。にゃはー。